はい、こんにちは。1月23日午前9時過ぎのヘバラポイントです。これがセットです。たまにこの大きめのセット入ってきます。で、切れたところからは厚めのブレーキ、ちょっと途中軽くなったりもするんですけどね、まあ、乗りつなげるのもあったりはします。今風が北から北北東サイドオフが吹いてます。まあ、だいぶ間隔長かったりで、もうかれこれ15分以上見てるんですけど、このタイミングでしばらく割れなかった。今ちょうどまだ来てる方のタイミングですかね。潮がちょっと多め、基本厚めのブレークが目立ってますけど、大きめはちょっとワイドっぽくも入ってきます。潮は中潮回り、ロータイド午後2時ですね。引いてきた方がもうちょっと割れやすくなりそうな感はありますが、現状も掴めれば乗れるのはあったりします。このリークは掴まりがち。ちょっと厚みがかっていますけど、途中ぼよっとしてちょっと癖はありますけどね、まあ、うまく見つければといった具合です。こっちの方はいなくて、こんな具合であります。この後も風ちょっと不安定っぽいですけどね、まあ基本北ベースで北西に触れたりもする予想なんですけど、まあ潮加減でなんだかんだうねりは続きそうなんで、待てばできる状態は続きそうですけど、波風自体は人の割には少なめですかね。こんな具合となってます。